選べないやつ。いや選べます選べます、各選手用にあると思います。はい、お扱いします。それでは勝木選手へのお題です。9回裏ビハインド2アウト満塁の場面で代打逆転満塁ホームランを放ちました。それでは壇上へとお願いいたします。それでは放送席見事逆転サヨナラ満塁ホームラン、それも代打で登場しての結果を残しました勝木和也選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。気持ちいいでしょう。最高です。最高ですか、はい、代打逆転満塁ホームラン打った経験とかありますか。ないですね。どんな気持ちですか。もう言葉にできないぐらい最高です。あ、打ったボールはまっすぐです。あ、やはりあの日本ハムの増井投手ですもんね。はい、そうです。相当速いボールでしたけども、はい、よく打ち返しましたよね。はい、ちなみにあのダイヤモンド一周している時の感触っていうのはどうでした。相当ゆっくり走ってましたよね。もう、めっちゃゆっくり走ってやりました、そうですか。あのライトスタンドファンがたくさん待っている中に飛び込んだんですけども、どうでした。もう最高です。最高ですか。はい、何かあのガッツポーズとか見せましたけども、もう一回お披露目してもらっていいですか。打った時のガッツポーズ。よっしゃー、さすがさすが大阪桐蔭パワーですね。でこの結果ですね、打点王争いにも名乗りを上げていまして、日本ハム中田翔、それから西武の中村、そして森友哉と1打点差です。3位タイです今、森友哉選手と。そろそろ打点王の。そうですね、もうそろそろ行きます。行きますか。はい、もう一回結果を伸ばせばいけますね。はい、わかりました。はい、頑張ります、はい、それではファンの皆様に一言お願いいたします。来年はしっかり一軍でプレーできるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。見事代打逆転満塁ホームラン、コアラこと勝木和也選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました勝木選手。さあいかがでしたでしょうか。藤井さん、藤井選手いかがでした。僕と脇でね、ハードル上がったに割には良かったかなと思います。ありがとうございます。立川さんいかがでしたでしょうか。いや、だいぶ黒沢さんに助けてもらってたよね、これ。結構だいぶ助けてもらいました。いやいやいや、ありがとうございました。はい、大きな拍手をお願いいたします。